なんか不思議花って思うけどさ、体から生えてる木にしてはなんか幹がめっちゃ太いよね。あれ引っこ抜けたらどうなるんやろ、死ぬんかな。ちょっと今怖い想像をしてしまったよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回は岩山トンネルを抜けていきますかね。え、てか今のさ、暗あたりは一面真っ暗だ。秘術輝きを使いますか。めっちゃ怖いんやけど、この状態やば。おぉ、向こう側に道があるんかと思ったのに全然なかった。びっくりー。サイホーンやん、サイホーン。ちょっと捕まえてこう。え、すげえ、こんなんおったっけ、岩山トンネルに。スモール、スモールなのこの子。はい、全然普通にでかいと思ったけどね。ナイス、おいで。え、一発じゃないこれ。うわ、やったー、嬉しいやったー、サイホーン捕まえた。なんか思うんやけどさ、色違いポケモンって全てのポケモンにおるんかな。その辺よくわからんねよね。ミュウはレベル21に上がった。ミュウのレベルがめちゃくちゃ早く上がっていく。嬉しい。サイホーン、トゲトゲポケモン。単細胞で一つのことしか考えられない。突進を始めると眠りまで止まらない。ちょっとつ猛進というやつだね。イノシシではないけど。さあ、これ、なんか別にこれ関係ないよね。水が出よるとかいうの。お、ズバッとズバッと。何あれ。あれ、なんか、ヤドンの格好した人が。あ、野生のズバッとが飛び出してきた。ズバッとはもちろん、なんだなんだ。捕まれよ。あ、来い。ズバットもゴルバットも欲しいです。イエーイ、いいね。さっきから一発で捕まるの嬉しい。はい、これで。ズバットの情報が新しい。ズバット捕まえてるじゃねえか。ズバット捕まえてるじゃねえか。なんてこったい。いや、いいけども。あ、カラカラ？ちょ、いる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 。え、カラカラ捕まえてなかったっけ？どうやっけ？なんかもう、もはや捕まえてたか捕まえてなかったかわからないんだけど、なんかさ、こう、捕まえてるっていうのを見分けれる方法みたいなのないんかな？やったー、カラカラゲットー。やったね。カラカラのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。カラカラ孤独ポケモン。死んだ母親の骨をかぶる。鳴き声は骨の中で響いて物悲しいメロディーになる。あ、やっぱり捕まえてなかった捕まえてなかった、よかった。あ、ゴルバってこんなに、こんなにデカさ違うん、ズバットと。え、マジかマジか。え、ちょっと今めっちゃびっくりしてないけど、何が現れたって思った一瞬。全然違うとこ投げるし全然違うとこ投げるし。はい、ナイス。え、やばいね。ゴルバットになった途端、なんか口の中に入って移動できそうな感じやん。わかる私の言いたいことわかる？なんかちょっとコウノドリみたいな感じでさ、あー、口の中に入って、あー、あー、ダメだな今の。どう、どうな、ほい。ダメ、やっぱり。ちょ、おいでよ。これで、これでズバッとゴルバッと揃うことになるんだ。おいで。やったー、いいね。やったー、ゴルバットを捕まえた。嬉しい。お、ニドリーナとピカチュウがレベルアップ。なんかあれはね、レベルアップするのみんな早いよね今までのポケモンに比べて早い気がする。はい、これで、ゴルバットコウモリポケモン。どこからともなく近づいてくる。鋭い牙を使って噛みつくと同時に血を吸いまくる。あんな巨大なのに血を吸われたら、もうなんか一発で死ぬような気がするんだけど。辛すぎ。え、あのカラカラめっちゃ小さくない？え、めっちゃ小さくない？あれやばいね。踏み潰せるレベルやん。え、すげえ。怪獣マニアの殺虫が勝負してきた。怪獣マニアかどうか知らないけど、ヤドンは怪獣なのか。まあ、使うポケモンもヤドンなのか、じゃあ怪獣なのか、わからない。
ヤドンが何なのかがわからないけど、怪獣っぽくないんだけど、よっぽど不思議だねの方が、不思議だね。不思議バラの方が怪獣っぽいよね。はい、効果抜群。この一匹だけやろ、君。オッケー。破れたのか。ヤドンと同じ。ヤドンと同じ表情や。さっきのさ、めっちゃちっこいカラカラがすごい気になったんやけど、もういないの。ズバットでも取って帰ろうかな。あれし持ってるよ、ズバット。もうびっくりした。ほら、ズバット出てきたよ。どうなん、取らないんすか。取らないんすか。なに？お、腕力！腕力欲しい。ん、今なんか右下の方におった？おったというか、あったというか、ちょっとわからんけど。はい。でもこれあれよね、なんか今までのポケモンみたいにさ、ギリギリまで体力をなんか残しておいて、ん？ギリギリ体力を残しておいて捕まえるみたいな。なんかちょっと加減が効かんくって、あ、捕まえたかったのにやっつけてしまったみたいなミスはなくなるわけやね。もう全員なんか、この体力満タンの状態で捕まえるってことやろ。いいね、それは。はい、EV レベル25。そして、ワンリキーの新たな情報が。ワンリキー怪力ポケモン。小さな体だが力持ち。その上、いろいろな格闘技をマスターしていてとても強い。いいね。まあ、なんもなかったわ。普通にズバッとやったわ。なに、ここは怪獣マニアしかいないのかい？家にいるときはポケモンのイラストとか描いてる。なるほど。やっぱりヤドンの絵とか描きよんかな。怪獣マニアの密輸が勝負を仕掛けてきた。その服は一体どこに行ったら売ってるのかが知りたい。ガルーラかわいい。ガルーラめっちゃかわいい。その格好をしててヤドンじゃねえのかよ。まあ、常にヤドンではないんやろうけど、でもヤドンを持っていてほしいよね。え、なんですって。いけ、花びらの舞。お腹の中の子も同じ動きをしよるのがすごい可愛い。今なんか倒れる瞬間お母さんの方くるって向いたね。あー、僕くたびれた。やられたら常になんかすごいやる気が。なんか尻尾動きおらんかった。すげえな、その服。僕は戦うの向いてないな。描いてイラストでも描いてよ。これなんかありそうやけど、なんもないのか。何もないのか。どっちやろ、こっちかな。格闘家っぽいのがいるけど。プリティカットを見つけた。さあ、どこだ？なんかこういうところでは、ほら。いや、でもこんなサイズやったっけ？まあ、ピカチュウとそんなサイズ変わらん。こんなもんか。え、さっきのでももっと小さかった気がするんよね。よし、ドーンとぶつかってこい。カラカラのサイズ感超かわいい。え、だってお母さんの骨かぶっとんやろ？お母さんもめっちゃ小さいってことやん。カラテオンの大地。あ、マンキー。さあ、行け、不思議花。さあ、葉っぱカッターで。行けー！お、よきよき。よきよき、一発。もうちょっとレベル上がりそうやね。やろうぞ、このまんまでいける。はい、そのまんまいきます。なんせ効果抜群ですから。そっか、さっきからなんか、え、ニョロゾも格闘系なんかな。いまいちそこがわからない。水格闘とかそういう感じ。確かにすごいパンチを繰り出してきそうな感じではあるけどね。はい、不思議はなレベル34。いいね。お、ミュウレベル22。ミュウは新しくドアスレを覚えた。カラテオンの大地との勝負に勝った。ドーンとこっちがやられた。ドーンとやられた。ほい、そして、アイナスーパーボールを3個見つけた。お？何？ピカチュウは地面の匂いをクンクン嗅いでる。あ、びっくりした。あ、ここから上に上がっていけるのか。ん？上に上がる？下に下がる？どっちだ？上に上がっていったんでいいんかな。このマークがついてるのは小さいやつか。なるほどね。
連続ゲットしていったら同じポケモンでもね、なんかいろいろといいらしいから。あれ、どこに行けばいいんだ。ここか。ここに下がっていけばよろしいのかな。迷子になりそう。ここは、俺は山に住んで長い。よそ者にでかい面はさせん。え、なに、ここに住んでるの大丈夫。え、大丈夫。山男のサブローが勝負を仕掛けてきた。お、ワンリキーみたいだね。オッケー、いけ、すきばな。威嚇では負けんよ。はい、葉っぱ買った。く、一発ではいけなかったか。しかしこっちには大して効かないからな、それは。はい、杖の滅。さあ、2体目は何だい。ボーリキーとかも見たいな。サイホーンか。このまんま行きます。なんなら、ここで捕まえたポケモンをそのまんま使ってる感じ。このポケモンたち私も持ってるよ。いけ、花びらの舞。イエーイ、効果抜群。サイホーンは地面タイプやったっけ。鋼とかは入ってなかったんかな。お、このレベル37やるな。でしょう。よそ者でも認めていただかなければ。お前、見込みがある。山男にならんか。嫌です、男じゃないし、まず。見込みがあってもね。びっくりした。何、野生のゴローン。私今のところあれないよね。あの、アローラ地方のアローラのゴローンしか持ってないけんさ、こっちの関東地方のゴローンも欲しいよね、ちゃんと。ほい。あー、出てくるの、マジで。絶対捕まえれたと思ったよ、今の。マークが消えた。はい、ナイス。どうや。このナイスとかエクセレントとか、そういうのでなんか、どれぐらい、確率とか上がりよんかな。全然関係ないんかな。関係なくはないよね、多分。ナイスが出たら、確率がこれぐらいアップして、みたいなのがありそうな気がするんやけど、いまいちわからない。エクセレント。エクセレントやったよ。どうな、このエクセレントが出たら 100% 捕まえれるとかにしてほしいよね。そんなことはないんやろうけど、でも 80% くらいは。これもしかしてあれ、エクセレントで捕まえれたらなんか経験値が多いとかそういうのがあったりする。違うかな。ミドリーのレベル25だって。経験値なんかすごい多いもん。何、レベルの問題、わからないけど。全然わからんけど。はい、これでゴローンゲットをやったね。まあ、情報的にはアローラのと同じ情報やけん、更新はされんかったけど、あなたコーチトレーナー？エリート？山で迷わないためには目印の小枝を折って歩くといいのよ。小枝？小枝ありますかね？なんかさっきから全然木なんか生えてないんやけど。エリートトレーナーに美咲が勝負を仕掛けてきた。やっぱり一応あれだよね、エリートトレーナーとコーチトレーナーは格好は一緒やね、やっぱり。これは燃やされる、燃やされるやつ持って変えていこう。ゴローンで行こうかな。はい、ゴローンで行きます。おいで。やっぱゴローン、普通の関東地方のゴローンの方がいいな。なんなんだこのつながり眉毛は。可愛くない。もともゴローンは別に可愛くないけど、ゴローニャまで行ったらまだね、まだあれなんやけど。かわいいよ。多分このアローラのさ、白色コンが出てくるはずやけん、それが欲しいんやけど。オッケー、ごめんね。頭上に岩なんかを落としてごめんね。しかし戦いだから。はい、そのまんま行きます。ユンゲラー。風鈴とユンゲラーってさ、なんかこう進化系やけど、なんかあんまり差がないよね。なんかそれすごい思いよったよね。なんか星のマークがあるかないかぐらいの差しかなくない。で、厳密に言うとなんかもっと違うんかもしれんけど。この辺の差があんまりわからない。あ、あれかな、尻尾のふさふさ具合が違うとか。今
今ユンゲラ思ったよりもふさふさしとった。なんかフーディンもうちょっとそこそこない？違うかな。叩きつける。他何があった？叩きつける。二度蹴り、電磁波、10万ボルト。いらんかな別に。うん、これでいいよ。忘れさせない。はい、オッケー。予想外の強さ。エリートは私の方でしたね。お、ハイパーボール来た。ハイパーボール5個。もはやスーパーじゃなくなったよ。君の戦い方、迷いがないわね。でしょう、だって迷ってないから。お、この人も。こんな山の中にもエリートの僕がいる。なんかめっちゃ、あれやね。なんて言うん？すごい自分大好きそう。エリートトレーナーのマナムが勝負を仕掛けてきた。ほいよ。エリートという割にはなんか大したポケモンじゃないな。大したポケモンじゃないな。ディグダかよ。ディグダいいんだけどもね。いけ、葉っぱ買った。よきよき。一発じゃねえか。もっとエリートを名乗るならエリートらしい戦いをしろよ。あ、ブースター、これはちょっと入れ替えます。燃やされます。私今日ゴローンで。よしよし、ゴローン、ちょっと体力が半分ぐらいもうないけど、行っておいで。よし。うわ、ブースターかわいい。いいね、ふっさふさだね。超絶ふっさふさだね。岩のだれ。しかし容赦はしない。効果は抜群だ。いや、イーブイはね、基本的に進化系全部かわいいけんな。お、レベル38、いいね。お、ミュウレベル24。これあれだよね、ゴロンから進化させるには確か通信やったんよね。あ、エリートのプライドが。女の人の方はそうでもないのにね、男の人めっちゃなんか目に光がなくなるよね。エリートトレーナー、戦う場所を選ばず強いのだ。強くなかったよ。めっちゃ弱かったけど。アイナ、星の砂を見つけた。星の砂は何に使うやつやっけ。これも売るためだけのやつやった。なんかそんなような気もするし。やっちゃっちゃ、こっち行き止まりやったかな。アイテムだけか。いい傷薬。でもいい傷薬めっちゃ補充できよる。誰、いい傷薬こんな落としていくの。あ、どうも。あの、ポケモンコスプレ知ってます？あ、さっきからヤドンのコスプレしてる人がその辺にいます。空手王の年上が勝負を仕掛けてきた。なんなの、コスプレに興味があるの？すればいいじゃない。全然いいと思うよ。だってね、普段そうやって男男した格好しとってもそういうのに興味がある人はあるだろうし。かっぱかった。地球投げってすごいよね。地球、これってさ、どういうこと？地球に投げつけるってこと？地球を投げるってこと？え、なんか昔ってさ、なんか表現の仕方、地球を投げようって気がしたんやけど、今思いっきり不思議花投げようってよね。そういうことだ。え、またワンリキ、そのまんま行きます。はい、そのまんま戦います。ワンリキ、ワンリキしか持ってないんすか。さあ、行け、花びらの舞。よし、これでなら一発でいけると思った。葉っぱカッターがちょっとね、ちょっとだけ体力余ってしまったけん。お、レベル35を次々続々と上がっていく。まあでもこの後もう進化系ないけんな。しょうがないですね。何がしょうがないんだい。どう、なんか話の脈絡がないけど。どうした？コスプレっていうのはピッピの着ぐるみとか作ってポケモンになりきるんです。ちなみに自分は空手王のコスプレしてます。それコスプレなの？マジでそういうこと？まさかの空手王ではないのか。ふふ、モンスターボールいっぱい持ってるね。もし少なくなったらおじさんのとこに来なさいね。え、補充してくれるの？あり、うえい、イワーク。てかもう出口かと思ったよ。違うのか。よし来い、イワークは欲しい。
全然違うし、全然違うタイミングで投げてしまった。はい、いけ。あー、今のいい感じにいったかと思ったけどダメやった。円の中に入ってなかったね。よし、来いよ。さ、よしよし、来い。お、おー、やった。こんな中に収まるってすごいよね、岩具が。はい、これで EV レベル27。そして新しく情報が、岩悪岩蛇ポケモン、口をものすごい勢いで掘り進み餌を探す、通った後はディグダの住処になる。あ、そういう感じ。そういう感じで利用されようんや。なるほどね。うわ、ビビるけん、ちょっとやめてや。ゴルバットまで出てくるし、でかいポケモンだらけだな。はい、いい傷薬ゲット。怖い怖い、よくそんなとこに立ってられるね。いやー、ビビるって。めっちゃビビるって。はい、星の砂。そしてゴルバットはあれなんかな、なんか乗れる感じなんかな。ポケモン探しに来てこんなとこまで来ちゃった。そろそろ出口かな、どうなんかな。長いって言おったけど、でもそろそろっぽくない。ピクニックガールのみゆきが勝負を仕掛けてきた。ちゃんとこれ出口に向かって進みようかどうか、まあ怪しいけどね。おにゃす。手腕不思議バナ。さあ、ここで葉っぱ買った。猫玉来た。ああ、やめてよ、いけ。そういうなんかずるい攻撃ばっかりしちゃって、葉っぱ買った。よし、こっちが本気になったら一発なんやけんね。まだいるのか。ロコン、ロコンってことは、ゴローンにしましょうか。よし、出ておいで。燃やされてしまうから。アローラのロコン持ってないかな、見たいんやけど。見たいんやけど。くっ、違ったか。岩のだれ。そろそろなんか体力っていうよりもね、PP が少なくなってきそうだな。めっちゃ重いんやけど、技を使いまくって。もうポケモンないわ。それはしょうがない、自分が少なくしか持ってなかったのが悪いんだ。可愛い顔して結構強いじゃない。ありがとう、可愛いって言ってもらっちゃった。あ、多分、あ、出口やん。そこ、ここは岩山トンネル、花田シティ、シオンタウン、こっち側なんかありそうじゃない。あ、ほらほら、やっぱり、なんか落ちとるやろうなって思ったんや。真珠。これも多分、え、売るやつかな？合ってる？あ、合ってますかね。はい、出口。10番道路。アジサイ咲いとるよ、アジサイ。こういうので季節感じるのいいね。季節感あるんかどうか知らんけど。ここは岩山トンネル。あ、どうも。どっち側に行ったらシオンタウンに行くの？お、あ、あれは、あれかな？怪獣マニアかな？はっはっは。一瞬ヤドンがおるんかなと思ったけど、多分違うね。山男はみんな豪快に笑うね。山男の和則が勝負を仕掛けてきた。お、石つるて。もうちょっと強くしなさいよ。よし、行け、不思議花。なんか不思議花って思うけどさ、体から生えとる木にしてはなんか幹がめっちゃ太いよね。あれ引っこ抜けたらどうなるんやろ、死ぬんかの。ちょっと今怖い想像をしてしまったよ。お、ゴロン、このまんま行きますよ。私はそのまんま戦います。さあ、おいで。あ、やっぱりもういいね、安定だね。安定のゴロンだね。うちのあの、うちのあの両津勘吉みたいなゴロンとは違って。あ、はあ、はあ、トンネル抜けて疲れた。なんだ、笑ってるのか何なのか。今のは呼吸会。あっは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 、大丈夫ですか。スーパーボールゲット。あれよね、確か
何やった、エリートトレーナーがハイパーボールか。ねえねえオタク、僕のポケモン見る、見せて見せて、怪獣、怪獣系、どれが怪獣系かよくわからんけんな。怪獣マニアの大好きか、勝負を仕掛けてきた。お、リザードいいね。あ、かわいいかわいいかわいいってかっこいい。良きかな良きかな。じゃあ待って、ゴローンにするね私。さあ出ておいでゴローン。よし、なんかあれよね、アローラのゴローニャってさ、すごい目がキラキラしとったような気がするんやけど、でなんか変、ブサイクではなかったんやけどさ、なんかちょっとやっぱり変やったよね変って言うけど。岩の誰、はい効果抜群、よきよき。いや初期3匹の中でさ、私あの人影だけはね、人影リザードリザードなんか全部かっこいいけんいいなと思うよね大事なポケモンちゃんがっていう顔じゃないよこれは自分の顔とお腹に書かれてる口でやっと完成するってことなんかな。僕より強いやつは嫌いだもん。そんな人はいくらでもいると思います。あ、こっち行ったらシオンタウンかな。あ、もう全然雰囲気が違う。あ、なに、カラカラやカラカラ入ってったよ。お、しげる追いかけていくんすか。あ、これこれこれ、タワー、何タワーやっけあれ、ゴーストタワーやっけ、そんなんじゃなかった違ったかな。ポケモンタワーだ。ポケモンタワーでは騒いじゃダメなんだって。でも今ドタドタ入ってったよ、大丈夫。違う、ピカチュウじゃない。石畳の上を歩くのが楽しいみたい。でもなんかそんな楽しい雰囲気ではないんやけどね。見えないポケモンもよく見える。新製品シルフスコープ、シルフカンパニー。シルフスコープ懐かしい、欲しいよね。それがなかったらゴーストタイプのポケモン見えんかったよね確か。ロケット団の連中、お金儲けのためならどんな悪いことでもやるのさ。それがロケット団だ。カントンディグだってトゥルンって感じなの。私のツンツンって感じのディグだと交換しない。交換したい。ちょっと待ってね、入れ替えをせんといかんのかな。ってことはあれよね、アローラのってことよね多分。ディグダディグダ、ポケモンボックスからディグダはどこかしら。ディ、あ、あったあったあった、ディグダ。はい、これをちょっと手持ちの方にとりあえず入れまして、トゲトゲ、トゲトゲ？ディグダどんな感じ？そう、トゥルンなの。ツンツンか。はい、交換します。ほんとや、なんか生えとる。頭になんか生えとるよ。頭になんか生えとるよ。でもなんか大体は変わらんね。うふ、ドキドキしてきたわ。それじゃあ行くわよ。はい、どうぞ。ディグダをレディダグへ送ります。レディダグ？なんだその名前。女の人っぽい名前じゃないけど。頭になんかついてる。どれどれ。なにこれ。お化けの九太郎みたいな。ディグだ、アローラの姿。なんか3本毛が生えただけやん。キャー、ほんとだ、トゥルンって感じ。素敵な出会いをありがとう。また交換してね。ぜひぜひ。さあ、これでちょっとまた不思議花と入れ替えときますか。あ、違う違う違う。ポケモンボックスの方から出さんといかんのか。なんかすげえな、デカさが全然違う、周りと。はい、これで手持ちに入れます。オッケー。なんかこういうの定期的にあるんかな、アローラのポケモンと交換。いいね。カラカラに続くはこの世をかぶってるだろ。あれが高く売れるんだって。シゲルはあれをひっぺがそうと。なんてやつだ。なんてやつだよ。カラカラのお母さんがロケット団から逃げるところ、私も見たわ。でも捕まって、私は恐ろしくて助けることできなかったわ。あれなんやね、なんかこれは、その初期のやつのリメイク版って言っても、アニメのイベントとかが結構反映されとるわけなんやね。なるほど、なんか初期のゲームの時にはなかったイベントとか、ちゃんとしたストーリーがいろいろと
アニメのストーリーが組み込まれとるんや。そういうのすごい、アニメを見よった側からしたら嬉しいね。あのハートマークは一体何なん？この最初のポケモンっていうことなんかな？ほい、ということで、はい。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことは、まあ、ここは、まあ、ジムはないけん、ポケモンタワーやっけ？それをクリアしていくということか。